さあ始まりました LJL2019 スプリングスピリットファイナルゲーム1デトネーションオーカスミー VS アンソールドスタッフゲーミングの試合スタートです。声援はイーブンです。アジールの存在もありますから、できればスノーボールしていきたいところですね。ただここでトップサイド、そしてリフトヘラルドに触っていますが、残り5000、3000、さあどちらが取る。 3V3、 アパメンがまずは仕掛けてエピトのダメージトレードになっていますが、アパメンを一気にフローズングレイブで捕まえました。ファーストブラッドはスティール、そこからテレポートで飛んできますが、一瞬でなんとタッスルも倒されてしまった。そこからの執事の執行よ、体力が低い中ですが、そこが3人や4人5人と入っていきます。それに対してバレットタイム、ダブルキルはスティール、なんと合計4キル獲得。デトネーションオーカスミー、 USG としてはアパメン選手にフォーカスされたリアクションが少し遅かった。レンズありきとはいえ無理はしたくなかったというところでしたね。モビリティブーツ MF で確かに足は速いですが、さあそしてボットレーンで今度はダイブだ。さあセロス自身にアルティメットフローズングレイブを使いますが、それでもおっとフラッシュアウト、生き残るのか、生き残るのか、いやさすがにタッスルのボイドラッシュによってキル獲得ですが、その間にもタワーがどんどん壊れそうだぞ。ただミスフォーチ、あ、ヘラルドキャストしますか。ヘラルドがキャストすればあタワー取れますね。さらに船旅でトップレーンへのダイブ、早い、ゲーム展開があまりにも早い。今度はアパメンがダイブを受けるような形になっています。時間を稼ぎますが、このユタポンからは逃れることはできないでしょう。ラストキルはゲンになりました。ボットのアウタータワー、アンソールドサフゲーミング、まだ取れていません。ミッドのインナータワーをなんとかギチタワーを立てて、アンソルドサフゲーミングは時間を伸ばしてはい、そしてバレットタイム、ウェーブクリアを狙いましたが、これで下がってテレポート、集団戦を狙う。誰のテレポート、セロスか、いやここは2人だ、2人テレポート、そして自身にフローズングレーブ、いやただ皇帝の分サレによってアンソルドサフゲーミング陣形を戻しましたが、アパメン乗れていなかった。羊の湯執行湯の上に乗れていませんでした。1キル獲得、デトネーションオカスミ、時間を稼ぐだけではなかったんですね。そのようですね。11分までおとなしいゲーム展開でしたが、クリスタルオーロラ、いやただここはケンが助けてボイドラッシュ当たっていない。腹の中なのでダメージがない。タッスル仕掛けたんですが、ここはストップウォッチ、ただキーメーカーとダッシャーがダメージを出せるか、いや横からユタポンとスティールが入ってきたことによってダメージを出せるポジションも取れません。これでエース獲得、デトネーションオカスミ、このままバロンまでラッシュしますか。20分バロンです。 USG としては勝負できるタイミングずっと狙っていったわけ、あるいはインファーナルドレイクとバロンは渡す判断になると思いますが、ただ気になるのがそのアンソルドスタッフゲーミングのコントロールワードがジャングルの中に残っていることですよね。ただボットサイド側なので重要なのは今後バロン2つ目を取られてさすがにインヒビターが守れない可能性が非常に高い中で、どういう判断をするかですね。ボットに行くのか、それともトップに行くのか、まあただこれの選択権はデトネーションフォーカスミーにありそうです。もうマップ取られない、エンティが寄りました。これによってミッドのインヒビタータワー獲得、デトネーションフォーカスミー、エビがやはり止められない。タッスルまで寄ってますが、エビのダメージ、ビッグダメージ、うわタッスルが一瞬ガーディアンジェルダウン、ガーディアンジェルダウン、そしてダッシャーが無理をした結果ダッシャーもダウン、ユタポンのキルになりました。これで3キル獲得、デトネーションオカスミ、エビが止められるプレイヤーがいません。アンソールドスタッフゲーミング圧倒的な有利の中、デトネーションオカスミ BO5 ファイナル、まずは初戦ゲーム1、タワーを1本も渡すことなく勝利です。大きな、まあ、この勝敗を分けたポイントとしてヘラルド前での戦闘が挙げられると思います。そこまでは一進一退の攻防だったわけですが、特にミッドレーンのコントロールを取っていた USG としても狙い通りだったとは思うんですが、そこで有利を取りきれなかった。そして有利を取っていたダッシャー選手がヘラルド前の戦闘でここのシーンで E を使わされてしまった。これによって戦闘が遅れてしまい、3対2の構図、アパメ選手へのフォーカス勝ち切った。そこが勝敗を大きく分けましたね。
もうここが全てであるとに見えたんですけども、差としてはごくわずかであると。細かな部分で FM が少しずつ上回っていって、そしてそれが先頭がすぐさまその後起きたことによってゴールドの差に広がったという状況だったと思いますね。ここもいい形かなとは思ったんですが、ゲン選手のダムケンジが刺さってましたね。そしてまあ人数差が最初からある中で仕掛けたアンソールドスタッフゲーミング、1点目が決まらないとまあこうなると。さあブレイクダウンです。ものすごいスノーボールです。そうなんです、14、15分までは一進一退の攻防だったんですけれども、やはりあのヘラルドのところから